分かっておいてほしいのはね、私はあなたの味方だってこと。それと弁護士の庵野先生も。ああ、庵野先生、あの人って変わってますよね。イケメンだけどひねくれてるっていうか、女の人はみんな自分のこと好きになるって決めてかかってるみたいな。仲いいんですよね、先生と庵野先生。仲いいっていうか親戚だから。彼は私の夫の。知ってます、兄貴の嫁がって言ってたし。でもそのすぐ後でユキって先生のこと呼び捨てにしたりして、めちゃくちゃ仲いいじゃないですか。でもどうして兄弟なのに名字が違うんですか。娘の菅奈被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したと見られています。次の仕事のことなんだけど。ああ、本格って言ってたよね。肘毛山菅奈取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。動機はそちらで見つけてください。え、あの子はクセ者だよ。心が読めない。ここから出してください。普通です、普通の親子です。お父さんも刺してなんかいません。なんで菅奈さんを信じてあげないの。そんなこと言いましたっけ。私、真実なのかそれが。彼女の内面に何が起きていたかを知ることが一番大事なんです。どういう状況で彼女パニックになったの。本当に人を好きになったことはあるかって質問の後。絡まってほどけない。ユキには分かってたんじゃないの。あの子には自分に似てるところがある。ユキって呼ぶのはやめて。幸せを願う。やめてください。私の気持ちなんか分からないくせに。悪いのはあなたじゃない。明かされていく過去の記憶。なぜ彼女は父を殺さなければならなかったのか。被告人は無罪です。あなたの心を殺した。ユキは誰かに傷つけられたのかもしれないって。優しかった。初めて好きになった人でした。その相手を突き止めて話を聞いてみたい。ファーストラブ、触れてはいけない、閉じ込めた愛の記憶。